先生、今日もよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。今日こちらから出演させてもらいます。はい、今回はまた臨床映像シリーズというところで、うん、今回はどのような症例になっておりますでしょうか。はい、今回はね、皆さん非常に興味あると思いますよ。椎間板ヘルニアの第三水準の評価、これについて触れたいと思います。おそらくね、椎間板ヘルニアの患者さん、まあ、長期でね、慢性的で、すごく悩んでる人、これ結構いますよね。こういった患者さんが来た時、まあ、多くのセラピストが、まあ、それはちょっとね、我々の対象外だと思う人も多いかもしれませんし、まあ、ヘルニアが出ているのに、我々が何かをするのが怖いと思う人もいるかもしれませんが、今回の映像を見ると、まあ、非常にね、我々がね、椎間板ヘルニアの慢性的な痛みに対しても我々のやるべきことがね、こう見えてくると言ったらいいかな。まあ、実際に私がね、患者さんで行った第三水準の評価の映像がありますので、この映像をご覧ください。はい、こっちのヘルニアの患者さんね。はい、まずいい方がで、今これで貼るところです。そこね、貼る場所が違うかもすごく大事だから。で、角度がこのぐらいか。はい、このぐらい。はい、どこ貼る。上の。あ、そこね。オッケー、場所が違う。でそれやってみて。座ってみて。で、そのままだよ。で、ちょっとね、こうしてやり方ね、少し丸まったり、軽く丸めて、あ、いや、さっき言った座骨のちょっと後ろ側に乗る感じ、少し乗った状態で、こっち上げる、こっち上げる、こっち上げる。痛かったら言ってる、おかしかったら、はい、で、今からやるから、ちょっと待ってね。こうして、多分5番から行くか。で、これを5番だ。はい、いいよ。はい、上げる。はい、はい、はい、はい。めちゃくちゃうまいね、やり方が。素人とは思えない。はい、で、一回お見せ。あ、寝ちゃって。はい、で、全部感じた通りね。はい。はい、で、いくよ。ゆっくり。これで。上がり方が全然違います。もう全然変わったじゃん。今どこ貼るの。今はこっちの方になります。OK、素晴らしい。OK、はい。だから、そういう意味では、左右があんまり変わらなくなってます。OK、素晴らしい。あそこだ、貼るの。すごくない？はい。だから、あそこの滑りが、何かの具合で、あそこ滑んなくなっちゃうかもしれない。でも今のすごい効果があるから。で、OK。先生、映像ありがとうございます。はい、先生、ちょっと今の操作ですね、うん、なかなかちょっと理解できなかった部分があったので、ちょっと詳しく説明いただいてもよろしいでしょうか。まずね、今やった操作の、技術的なところは別として、理論背景、これが分かるとね、あ、なるほどと思いますので、それについてね、ちょっとまず説明したいと思います。これ骨模型を使ってね、やるとちょっとね、分かってきます。椎間板ヘルニアというのは、この神経根の圧迫によって起こるわけですが、この神経根の圧迫がね、ちょうどこれ椎間板ヘルニアがあるこの骨模型なので、こんなに外に椎間板ヘルニアが起こることはありませんが、まあ、こうやってヘルニアが起こって神経根を圧迫しているわけです。で、この圧迫によって慢性的に痛みを起こしていることもありますし、また先ほどの症例のように、実際にはこの脊髄神経が圧迫されながら滑走障害を起こしているということも、これよくあるわけです。この滑走性がね、促されると椎間板ヘルニアがあって、同じ状態であっても痛みがその場で改善すること、これね、全然普通にあります。で、実際にどうやってやるかというと、この椎間孔からこの脊髄神経が出て、必ず骨盤内に1回入ります。骨盤内に1回入って、それから後ろに出てくるものと前に出てくるものがあるんですが、1回骨盤内に入るということは、この骨盤とね、椎間孔との距離が広げたり縮めたりすれば、脊髄神経が滑走されるわけですよ。だから、こうやって広げる、縮める、広げる、縮めるってやっていたのがさっきの技術なんです。ただ、コツがいくつかあります。一つは、わざとこう丸めましたよね。
丸めるっていうのはこうやって後ろ側に体重をかけることによって椎間孔をまず広げてあげるということがまずこれ一つです。広げてあげることと徒手的にも広げてましたよね。この2つによってこの距離をさらに滑りやすくしてあげるというのが今の技術なんです。これ聞くと理論背景がわかるので見えてくることがありますよね。先生ありがとうございます、はい、一つだけ質問大丈夫ですか、うん、はい、末梢神経の問題っていうのも多くあるというふうな問診の中でこういった症状があったら、まあ、今のように脊椎の神経を疑うでこのような症状があったら、うん、まあ、末梢を疑う何かそういったところはありますか。まず最初に末梢を疑うっていうところで言うと私の場合はね大体その範囲が局所的な場合はね末梢が多いというね、まずそこの末梢から最初からいっちゃう。ただある程度範囲が広い範囲であったりあとは最初にこうやって椎間孔狭い状態を作ると足にしびれが来たりっていう時はもう上から来てるなと思って上から評価をするといったこういった流れが多いかな。だからそこの鑑別もまた大事だよね。あとはね理論背景がちょっと分かったところでさらにこの技術的にさっきやったこと具体的にどうやってやってるかも分かると皆さんにとってね非常にためになると思いますのでそれについて次のね取り置きの映像がありますので実際この映像を見てください。それでは実際の人の体でやってみたいと思います。この左側のこう椎間孔を広げる操作を行いたいと思います。例えばこうやってこうしたら